こんにちは。今回はですね、インスタグラムからの、ご質問でございます。久しぶりですね。インスタグラムから Q&A するのは1ヶ月ぶりくらいじゃないかなと思うんですが、睡眠時間の短い人っていうのは大丈夫なんでしょうかっていうのね。さすがインスタグラム、すごくね短いですね、ご質問がね。確かにね、睡眠時間ってしっかりと取らなければこれ寿命に関わるんですよね。ですんで、やっぱり1日に7時間とか8時間しっかりと睡眠を取った方がいいと思います。というのが、脳の機能にこれね直接関わるらしいんですよ。よく言われるのが、睡眠によってその日一日起きたことを短期記憶から長期記憶に海馬っていうところを通じて刻み込むんだよ、移行するんだよって話聞いたことがあると思いますけども、そうすることによってね、自分の妄想とそれから現実とかっていうのをより分けてくれるんですよ。でそうじゃない場合、通常は口にしないようなきつい言葉を言ったりとか、人に対してものすごくね悪い先入観を持ったりとかっていう、本来は持っちゃいけないことを、この妄想と現実の境目がなくなって混濁するらしいんですよね。だからそういうところから始まるのと、あとはそれが行き過ぎて空を飛べるんじゃないかって勘違いして飛んじゃったりとかね、薬物は危険じゃないっていうふうに思って薬物行ったりとかっていう例もあったりとか、あと歯止めが効かなくなってギャンブル中毒になったりとかっていうのも、およそ睡眠中毒、睡眠不足か、これが起きるらしくって、考え方としては、その睡眠負債っていうらしいですね。睡眠時間が足りない、例えば7時間寝ないといけないところを3時間で済ましちゃうことが続くと、4時間ずつの負債が溜まっていくんで、それに利息がつくって考え方なんですよ。じゃあ利息の支払いいつ頃来るかって言ったら、やっぱりね40代とか50代から始まるそうなんで、急激に寿命は短くなるしんですよ。でもそう考えると、3時間しか寝ない人って普段から21時間使ってるわけなんで、じゃあそれが後半の寿命の短さに来るとしたら、しっかり眠る人も睡眠時間短い人も人生の中で使える時間はまあほぼトントンなのかなっていう気もしますけども、でもやっぱり多くの人がね70代を過ごしている時に50代で死んでしまう人っていうのは20年間なんかいないような感じになっちゃうんで、そう考えたらちょっとね損をしているような気もするんですが、こういうふうなね例があるんですよ。落合陽一さんっていう方がいらっしゃって、ね、この人ね毎日3時間ぐらいしか寝てないらしいんですけども、まだ若いのにすでにダメージが出てるんですよね。例えばそれはツイッターでも見ることができて、発言がものすごく乱れてきてるんですよ。例えばね、こういう風なツイートも最近ありますよね。どうしたクソ野郎、スクショビビリ、カスはリプライもできねえのか、不発人生団、来世で会おうな、愛してるぜっていうね、支離滅裂なんですけども、これ落合陽一さんって大学のね准教授やったりとか NHK とかテレビに出てる人で、批判を浴びちゃねやっぱりいけない人だと思うんですけども、平気でね一般人に対してこういうことを言うんですよ。お前の価値がないこともわかるぜとかね、これ全然こう格好のネタじゃないですか。だからねだんだんと職場を追われてるみたいなんですけども、てめえも顔さらして生きていけばいいじゃないかチキン野郎、俺からすればお前はボットか両生類のクソかも区別つかねえが、平均顔の中に収まって明日もいい日を過ごしてくれとかね、なんかよくわかんないですね。私もこう使ったことがない言葉のオンパレードなんで全然ろれつが回んないんですけども、こういうことがね自然に言えちゃうような人格にだんだんと変わってくるってことなんですよ。これがだから睡眠障害ってやつで、言っちゃいけないことを言ったり、考えちゃいけないことを考えたりとか、してはいけないことをしてしまったりするんですよね。逆にするべきことをしなかったりっていうのも出てきて、それが睡眠負債ってものが溜まっていくと、もう歯止めが効かなくなっていくみたいですよね。落合陽一さんがそうだっていうふうには言い切れないんですけども、なんかね自らの命を災難だりとかね、巻き添えにしてみんなで「あの世行こうぜ幸せだぜハッピー」とかになっちゃったりとかね、ジョーカーみたいなのがあられちゃいけないですからね、ということらしいですね。だからやっぱりねしっかり寝ることとか、ああよく寝たって思う体験を積み重ねることっていうのは、その起きてる間の快適さにもつながるんですよね。なるほどね、はい、以上です。